こんにちは。遥かなる時の中に5、初見実況プレイ、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。遥かなる時の中で5。はい。いい音質で都ね、こんにちは。さて、前回第8章に進みまして、現代から飛んできた先が長州でした。さあ、今度は長州を舞台にして、将軍の護衛で、新選組のみんな含む。ん？ところ左下についたら腰マークなんだ？あ、ごめんなさい、嘘です。失礼しました。竜神の力の被害したりしたのもね、ゴンのところに腰マークあると思ったら、あれ金っていう字でした。あ、それはともかく。まあ、みんなと護衛して。で、ちょっと、残念ながら高杉さんルートがなくなりそうなんですけれども、ってとこですね。で、イベントが、萩に行くとイベントが待っているので、ちょっとまずはそこに行ってみましょう。へいへいへい。できるじゃん。勝負。スキップでいいかな。炎が多いからこれで。追撃は、ごめん。さあ、連鎖術が使えるぜ。封印球が欲しい。しょう。さて、準備はいいかい？行くぞ。好きにしなさい。当然だ。うまくいったね。君のおかげだ。で、お嬢、誰の武器に音量を封じるんだい？あ、しまった。炎は立脇さんダメか。じゃあ龍馬さんにあげる。レベル5になるかい。さあ、力を合わせて封印するぜ。お嬢、よろしく頼む。この銃に宿った霊力、お嬢のために役立たせてもらうぜ。このセリフ見てなかったな。レベル5になったよ。このくらいは当然でしょう。さあ、お、マイナス30だって。減り具合が多いね。さあ、ん？お嬢、空を見てみな。狩りの群れが渡ってくぜ。本当、V の字になって飛んでいってますね。もう見ないよね。いつの間にか秋も随分深くなってたんだな。ん？あ、そろそろ霜の降りる季節だ。来ましたね。ん？その声は。お、なんだ、カツラじゃないか。お互い無事何よりだ。久しぶりだな。今日で会って以来か。こんにちは、カツラさん。新作になんか用なのか？いや、今日は君に用があってきた。うん。俺に？君が長州のために骨を折ってくれていることは私は知っている。だから、この話を君にするべきかどうか悩んだんだ。わざわざ、なんだろうね。ん？実は、君に会いたいと言っている男がいてね。ちょっと、訳ありの人物なんだ。それでも、会ってみるか？お、また新しい人か。長州関係。もちろん会うぜ。俺に会いたいってやつがいて、会わないって手はないだろ。では、後でその男を君の元によこそう。龍馬さんに会いたいってどんな人でしょうね。さあなあ、さっぱりわからん。けどこうして会うことになったからには、なんかの縁があるんだろう。縁は大切にしないとな。
本当だね。今まで大切にしてこなかったツケが回ってきてるな、自分は。ん？尊上司、坂本さんはこちらにおいでですか？桂さんからお話があったものです。熊本藩主の川上と申します。どんな誰だっけ？話は聞いてるぜ。俺が坂本龍馬だ。どうか上がってくれ。いえ、ここで結構です。控えめな人だね。こちらの娘さんは？はじめまして。カタルヘナ、ゆえこと言います。ファイブはあれだね。自己紹介フルネームで言うこと多いね。なんとなく。あ、ごめん。カットした。あ、はじめまして。できれば、坂本さんと、内々にお話ししたいのですが。あ、わかった。お嬢、悪いがちょっと外してくれ。わかりました。それじゃ失礼しますね。さあ、何の話だろうね。ちょっと待って。川か。ああ、熊本川上、あれか。はいはい。今日は川上さんに申し上げたいことがあって伺いました。名前忘れましたけど、あれだよね。すごい人を切る人だよね、この人。大丈夫か、じゃあ、龍馬さん。ん？上、か、あ、坂本さんが長州に来られた以上、何かの折にお目にかからぬとも限りません。そこで今日は意を決して、こちらに伺うことにしました。意を決して、だって？申し訳ない。坂本さんの死、佐久間昭山殿を切ったのは、私です。なんと。私には友人がいました。宮部健三といって、私と同じ熊本藩の尊攘派の志士でした。志を同じくする友人だったんだな。はい。彼こそこの国を救う人物だと私は信じていました。ですが、宮部は池田屋事件で新選組に切られ、志半ばで亡くなってしまいました。私は彼の無念を晴らしてやりたかった。それじゃああんたは新選組を仇として、仇として狙うようになったのか？いいえ、新選組はただ幕府に忠実に従っただけ。私は考えたのです。尊攘派がこのように弾圧されるのも、開国派が実権を握っているためだと。ならば、開国派の精神的な支柱を倒すことが、宮部への供養になる。そういう考えで、切られてしまった方の身は、たまったもんじゃないですけどね。それで、あんた、昭山先生を殺したっていうのか？そんなことを告げるために俺の前に現れたのか？どうして今になって？私は尊王攘夷こそこの国を救う道だと考えています。その思いは今でも変わりありません。ですが、昭山殿を切った後、私は知ったのです。昭山殿がこれまで様々なことを成し遂げた偉大な方であったこと。切った後になって？え、尊攘派と開国派、思想と立場こそ違い、昭山殿は傑出した方だった。本当に何ということをしてしまったのか、悔やんでも悔やみきれません。私はそれ以来剣の取るのをやめました。そろそろお話が終わった頃かな。龍馬さん、まだ話終わってなかった。坂本さん、あなたから見れば私は恩師の仇です。あなたのになら切られても仕方ない。逃げも隠れもしません。どうかお好きになさってください。いや、俺はあんたの命を取ろうとは思わない。私は手にかける価値もありませんか。
あんたは人を切って後悔したんだろう。俺と俺に同じことをさせないでくれ。ですが、それでは象山殿が浮かばれない。あなたも気が済まないでしょう。気が済まないのはあんたの方だ。俺じゃない。ここで私が生きながらえたところで何の意味もありません。何の意味もないなんて、そんなことがあるもんか。あんたは天然自然の力に生かされてるじゃないか。あんたを取り巻く天地を見てみろ。前の年、がどんなにひどくたって春は毎年巡ってくる。人間だって同じことだ。何度だって一からやり直せるんだ。それじゃ俺は行くぜ。あ、龍馬さん待ってください。ゆめ子はどこまで聞いてたんだろうね。いやー、そんなこと言えないよね、死の仇にさ。龍馬さん、もう帰りましょう。これでよかったんだと思います。むむむ。下を選ぶとゆえ子はもう全部知ってる感じになるね。後半から聞いたとしても後半からだよね、ゆえ子は。もう帰りましょう。いや、でも、まあ、後半の話をだけ聞いて察したゆえ子で行こうか。龍馬さん、私、龍馬さんが仇討ちをしなくてよかったと思ってます。お嬢。だって、そんなことを龍馬さんに似合いません。私のわがままかもしれないけど、龍馬さんにはもっと広い世界が似合ってる気がするから。明るい夢の方に向かって走っていってほしいんです。お嬢の目に俺はそんな風に映っているのかい。ごめんなさい、言葉にするのが難しくて。いや、十分だ。ありがとうな、お嬢。お嬢が信じてくれるおかげで俺は俺らしくいられる。つくづくそう思う。それじゃあもう少し海を見て帰るか。人前に出るときは涙は乾かしとくもんだからな。泣いてたのか。いや、というところで、やっぱり本ルートとは別の人のところをね、スルーしちゃうと1回目のプレイはね、案外ちょっとさっと終わっちゃうかもしれないけど、でこういう大事なイベントって見逃せないね。というところで、さあ、まあ、これも一つのエピソードなのかな。そうか、正直に言ったんだね、川上さん。後の日村健司。ありますか。で、今のが、この第9章のイベントの、まあ、一つの伏線、フラグだったのかな？みたいですね。そうか。よく言えばボイスが欲しかったですね、今の。シリアさんのところほどボイスが欲しくなってきちゃうね。では、河原塾行きましょうか。敵をかいくぐって。ほい。ん？前は陽炎が襲ってきて大騒ぎだったのに。ん？おい、お嬢。急に走ってったら危ないだろう。見たところ、河原塾に異常はないようですが。そうみたい。これも過去が変わった影響？河原塾は襲われなくなったのかな？そうならいいけど。ね、過去に戻っていろいろ変えるとバタフライエフェクト的なものは怖いよね。良くも悪く。お嬢どうした？心配事があるのなら、いつでも相談に乗るぜ。ありがとうございます。私の考えすぎだったみたいです。なら、近藤さんたちと合流しましょう。泊まっている宿までご案内します。おお、来たか。それとゆげ子たち、当然とはいえ、宿泊が多いね。いいな、そうやって全国の旅館泊まれて。近藤さん、お待たせしました。いや、我らもつい全国着いたばかりだ。さ、まずは茶でも飲んで一息ついてくれ。ありがとうございます。それで近藤君、ここまでの間何かあった？は、道中怨霊に襲われ体内に若干の負傷者が出ました。
やはりすんなり通してはくれなかったわけか。ゆえこくんがそばを離れた隙をついてきたのだろうね。すいません、離れてしまって、やっぱり萩に行った結果、新選組大使傷つけてしまった、ごめん。一人萩寄り道しちゃったよ。すぐ寄り道というにはちょっと距離遠いけど。ゆえこは気にすることないって。みやこくんの言う通り、これは想定の範囲内だよ。今度くん、任務に支障は？その点は問題ありません。うん、結構。まあでもね、確かに局長ね、新選組の局長というね、近藤勇と小松立脇、身分的な差は歴然とあるよね。ただあれか、あの取り立てられると近藤さん後に取り立てられるから、近藤さんが幕府の直臣だとすれば、立脇さんは幕府の家臣の家臣、陪臣だから、そういう意味では下なんだけど、でも実際は天と地の差だよね。小松さんの方が上ってことになるんだよね。だからそういう言葉遣いになると。なあ、下関付近の様子はどうなんだと。それは今調べて、どうやらすんなりとは通してくれないみたいだぜ。お、歳三さん、近藤さん、山崎が戻った。山崎さん、新選組の監察方だよ。下関校を偵察してきたようだね。歳、どういうことだ。報告によると、怨霊が下関校付近一帯に陣取ってるらしいって話だ。正確な数まではわからねえが、ちょっとやそっとじゃ通ることは不可能みたいだな。怨霊が陣取るとはまた面白い表現をするね。怨霊を統率する長でもいるのかな。私も思った。ね、怨霊にも兵法の心得があるのかと。下関港を塞ぐ怨霊の群れ、それは前と変わってない。それなら、じゃあまたあのドンパチが繰り広げられてしまうのか。敵も本格的に動きつつあるというわけだね。ならば我が隊の総力を挙げて怨霊を打ち払いましょう。できるのか。あの以前のあの怨霊3体に手こずってた新選組、頑張ってくれるかい。それでは効率が悪い。新選組は待機していなさい。あ、掃除は借りていくよ。掃除を、それは構いませんが、おかろ、我ら敵は怨霊、君たち新選組では追い払うのが関の山でしょう。やっぱ人間には限界があるな。根本から潰さねば、いくらでも湧いて出てくるだけだよ。ここは巫女殿の出番だね。私の出番？浄化大丈夫でしょうか。ちょっと怖い。まあまあね、抵抗してもしょうがない。浄化しに行こうよ、行こうよ。話は早いでしょ。わかりました、音量を浄化するんですね。小松さんの言う通り、群れの中で一番強い音量、統率しているオサを浄化すれば、他の音量はいなくなるかもしれない。お前やけに冴えてるな。将を失った集団は脆いものだ。俺もその意見には賛同するが、今日は挙動不審も目立つ。具合が悪いのなら先に桐生に見てもらえ。あ、ゆげ子が。どこも悪くないよ。挙動不審だった？本当か？それならいいが、津波くん何か感じてるようだね。とにかく現場に向かうしかないね。怨霊の群れを浄化できるか否か、その場で判断すればいい。じゃあ明日の朝出発だな。なんだ、都一人で大丈夫？ああ、小腹を満たす何かを買ってくるだけだから、ゆうか休んでろって。お買い物行くね。分かった、気をつけてね。あ、行ってくる。このまま部屋に戻っても誰もいないし、少しお庭を歩いてみようかな。これまたアクラム的な人来るよ。これアクラムが来る。あっと、そっちか。菊千代さん、あれ、あ、失礼、ごめん。小腹を満たしていたから夜食だと思って勝手に夜だと思ってたけど、お昼か。お久しぶりですね、ミコ。今日
菊千代さんも長州に来ていたんですか？偶然ですね。とても直接話しかけられない立場のお方だと思う、この人。巫女、よろしければ、私が滞在している部屋でお話ししませんか？まだ巫女だからいいのか。外は寒いでしょ。すぐ外の、そこの離れですから。菊千代さんのお部屋へ？これなんだ？菊千代ルート発生。わかりました。気遣ってくださってありがとうございます、菊千代さん。行きます。いえ、私の方こそ。お礼を言わせてください。巫女とお話ができて嬉しく思います。じゃあ、菊千代さんも下関港に行く予定だったんですか？ええ。まさか怨霊に道を塞がれているとは。民が怪我をしなければよいのですが。本当に誰も巻き込まれてないといいですけど。巫女は明日、下関港へ向かわれるそうですが、危険ではありませんか？私にも力があれば、巫女の助けとなれたでしょうに。己の力不足が悔やまれます。とても謙虚な人だよ。でもなんで幼名なんだろう。その気持ちだけでも嬉しいです。心配してくれてありがとうございます。怨霊を浄化して、あ！そうか。身分を隠してるから、あえて今。そうかそうか。自分から名乗ったもんね。そうかそうかそうか。みんなが安心できるように明日頑張りますね。巫女の心はとても美しく清らかですね。巫女と話しているとあなたが竜神の巫女に選ばれたのもわかります。菊千代さん、巫女、くれぐれもお気をつけて。はい。巫女遅いなぁ。買い出しに時間かかってるから遅いね。日が出てる時に出てってから、ちょっと遅すぎるね。本当に夜食になっちゃったね。ん？あれ？あそこにいるのは、都？じゃなくて高杉さん？高杉さんも変わらず塾に来てたんだ。さあ、高杉さんと一緒に行こう。選ばなかった世界線です、ここは。そういえば前に、じゃあ、向こうの立ち、そうかそうかそうか、なるほどね。やっぱ、視点が違うんだな。待て。その前に、河原塾へ寄らせてもらう。河原塾ですか？一見、片付ける用がある。行くぞ。って言っていたけど、同じ用事なのかな？高杉さん。無視。断っちゃったからね。聞こえなかったのかな。高杉さん、待ってください、高杉さん。ん？何？お、静かにしろ。あ、口を押さえられて、うまからせない。高杉さん。高杉さん、うん。だから、静かにしろと言ってる。おとなしくじっとしていろ。そんなこと言われても目も塞がれちゃって何も見えない。高杉さんどこに行くの？全部顔面塞がれてるの。いいか、騒ぐなよ。わあ、すごいや、眩しい。なんだ、宴席が設けられてるよ。というか、ゆい子捕まっちゃった。偶然の出来事ではなく、すぐに目が慣れる。高杉さん、ここはどこですか？どうして私を？ここは河原の塾の料亭だ。お前を連れてきた理由は、やっぱり高杉さんの方から来たのか。え？お前が騒いだからだ。どっち？え？俺の名を連呼していただろう。危うく面倒な奴らに見つかるところだった。あ、やっぱ偶然でした。失礼。ごめんなさい。姿を見かけたからつい。ついって、我が身が危険にさらされたのでは、たまたまではないからな。ないがな。おや、取り込み中ですか？そういうこと。え、アーネスト？どうしてここに？また八王が勝手にみんな動く。それは私のセリフですよ。高杉さんなりのサプライズですか？
嬉しい演出をしてくれますね。単なる成り行きだ。それより本題に入らせてもらう。本題？それは構いませんが、彼女が同席して良いのですか？こちらは構わん。大した害もないだろう。片上だ。おとなしく隅で飯でも食べていろ。え？ご飯を食べていいの？高杉さんのおごりだそうです。ここの料理は美味しいんですよ。よかったですね、ゆげこ。いいけどさ。はい、そのありがとうございます。いいけど、帰ってこない宮子が心配だよ。そしてゆげこも帰れなくなっちゃって。それで数は揃ったのか？ええ、グラバーさんからはご提示した金額さえいただければいつでもお渡しできるこのとのことです。あれ、名前出たの初めましてかな。グラバーさん、幕末の日本で茶、生糸と武器などの貿易を行った。神奈川、あれ横浜でしたっけ。グラバー邸がまだありますね。横浜がどこだか忘れましたが、あの辺、いや、神戸だったっけ。あのね、グラバー邸があるという場所はフス。それは問題ない。では後日受け渡しを。ですが、武器をお譲りするにはもう一つ条件があります。条件だと？ええ、あなたなら簡単だと思いますよ。下関港へ行く道を塞いでいるモンスターを退治してください。ハーネスと？それは私たちが、変な話だね。わかった。では音量排除したらグラバー殿へ取り継いでもらう。へいへい、喜んで。お、高杉さんが音量退治？どういうこと？危険です。何を言ってるの？まあ同じような感じだけど、選択肢。アーネストに聞いてみよう。アーネスト、どういうこと？なんかその音量なら私たちが行くことになってたはずねえ。高杉さんが何らかの大義名分を得るためのことか、これは。ええ、そういう話でしたね。ですが、高杉さんが何とかしてくださるなら、その方が我々も助かりませんか？それはそうだけど、もしかして私たちのために高杉さんに言ってくれたの？さあ、どうでしょう。所望したのはグラバーさんですよ。ありがとう、アデスト。話が終わったのなら、俺は失礼させてもらう。あ、待ってください。高杉さん、私に力を貸してくれませんか？お互い協力し合えば、音量たちを浄化することだってできると思います。俺たちの目的は一致しているか。いいだろう。この一件が片付くまでの間、お前と共に行こう。なんか前に現代でさ、高杉さんと一緒に行こうって話して断って、で今があるんでしょ。でなんか何事もなかったか、そのことを忘れたかのようには高杉さんが一時共闘してくれるけど、難しいな、解釈が。その現代から戻ってきた高杉さんではない高杉さんなのか、これは。八王のみんなと一緒に時を行き来するとだんだん分からなくなってくる。ありがとうございます。まあ一時合流とか言ったけどね、まあ八王だからね、ずっと一緒にいてくれないと困るんですけどね。話はまとまったようですね。ではそろそろ帰りましょうか。そうだね。高杉さんは下関港へ向かう街道付近で合流する。わかりました。それじゃあまた明日、おやすみなさい。高杉さんが協力してくれることになってよかった。心強いね。そうですね。これで少しは楽になりそうです。アーネスト、そんなこと考えて。ユゲコ。あ、瞬に探してきてくれたよね、きっと。宿から離れる場合は一言でもいいので誰かに行き先をつけてから出かけてください。しかもこんな遠くまで。皆が心配しています。これもずっと前から言われ続けてることだよね。ゆえこことごとく忘れてんだろうね、一言言うの。ごめんなさい。まあ今回もね、ちょっと 出る程度だったかもしれないけどさ、今後は言葉より行動で示してください。そうだね、主任もいい加減にしてくれって話かもしれない。そう、彼女ばかり責めないでください。悪いのは高杉さんなんですか。そうね、今回誘拐されちゃったからな。高杉？どうして高杉さんが悪いの？おや、お忘れですか。元といえば高杉さんがあなたを連れ去ったのでしょ。それは私が騒いだからね。俊さん、
ちょうど明日からは高杉さんも同行します。お説教は彼にしてください。だからアーネスト、高杉さんは悪くないよ。ゆえも話が見えません。どういうことか説明してください。高杉がどうしたというんですか。さっきの宿の前でね。どうせ宿に帰ったら皆さんに説明する必要があります。二度手間は省くべきでは。あ、そうだね。じゃあ帰ってから説明する。心配かけてごめんなさい、瞬に。その後、宿に帰った私たちはみんなに高杉さんのことを話した。そして翌朝、早い、翌朝からが早い。下関公へ向かおうと言ったところ、ちょっとね、最後面白い人笑いしたところで、時間もキリがいいので、ここまでにしたいと思います。というか、宮子姉はどうしたんでしょうね。何にもこともなくあの後帰ってきたんでしょうか。翌朝になっちゃったということは、そこが本日一番の気になる点ですけれども、またね、続き宮子がいるかどうか楽しみですね。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。では失礼します。